はハミジャミーとBテスラのあれだ、製品版初動画出演。ビーテスハミジャミ、ハミジャミ動画初出演まあ実調ね、はい、うん、今日は合計 1,2,3,4 人か、みんなでハミジャミで頑張って釣ります。釣ります、はい、頑張ってね。頑張ります。よし、なかなかね釣りに身が入らないんです最近は。もちろんやってますか。もうね、もういいかみたいな。前の方投げていいって。うん、全然 OK。 去年の春だったかな、福島へピュアフィッシングのロケに行って、はい、福島、うん、一投目から3連発で尺が釣れて、で、ボンと正月とゴールデンウィーク釣れたからもうやめますってロケ終了したまあでもありですよね、釣れてるわけですよね。それ以上やってももう意味ないでしょっつって、どうやって釣るのか、どういうふうに釣れたか全部見てもらったから、ロケ終了って3匹で終わらせたっつ25分で釣っちゃったみんななんか先来たもう来た。さすが、赤年第1号でかい。まあまあ、おうおう、ドラグ引かしてもいい。ドラグ引かしてもいい。おうおう、でかいぞ。メバルですね。いや、メバルでしょ。違う、言いますやあんま釣れないのに。嘘、マジで。なんで釣れるの。やっぱ、あれじゃない、見えなかったんじゃない。ちょっと釣れないって言ったじゃん。釣れないって言ったじゃないですか。マイナスだ。マイナスじゃない。マイナス40センチ。赤年がやらかしました。これは銀色のメバルですね。銀メバル。銀メバルと言ってるメバルの一種です。サオは？サオはこの六葉ハミジャーミー。ハミジャーミーです。手応えどうだった、サオの。めっちゃ楽しい。めっちゃ楽しい。めっちゃ楽しい。てか操作感がすごい。ああ。わかります。今のせいでシーバス浮いてきちゃった。ねえ、ちょっと高橋さんどうにかしてみましょう。高橋さん。高橋さん。ああ。いや、さっきから見えてます。でも照らし合う。みんな連帯責任だっちゅう。嫌です。あ、すごい。まだね、アフターから抜けきってないというか回復しきってないから。深いところにいるか。今シーバス巻きネタを見つけちゃいました、例年この2月いっぱいぐらいの東京湾はね、特にでかいメバルは深い、5メーター7メーターぐらい沈んでるからね。あんまり僕の好きなシーズンじゃないのよね強い釣りで食ってこないからまだ。そうですね、うん、フラグじゃなかなか攻めにくいし。まあ壁際に7メーターぐらい落とし込んでる状態かな。よっしゃー、さすがや。あ、メバルや。よっしゃよっしゃ。あら、銀色くんか。メバルっぽいけどね、わからんな。今ラインなんか3本。あ、いいですよ、やるよ、大丈夫。まあ、あれ、大体のあったらやばい。どんどん潜ってきますけど。あれ、じゃあ銀メバルどんどん、ああ、バレた、バレた、バレたか切れたか。銀メバール、銀メバールですね。さあ、下の方で切ったからでも分かんないけど、切れた。06だからちょっと弱いかな。レンジどんくらいですか。深かったよ、10メーターぐらいは楽勝で。今ネコリグなのよ。壁際から離さずに横へずらして釣ってやろうと思って。これ普通のネクリグじゃないです
通はネコリグ進化、ここからネイル進化入れるチョコ、違うんですよこれ。僕のはベイティーに合わせてこういう方法を、スクリューで重心の下に入れるって感じ。そう、真横に使いたいわけ、こう、うんうん、で、ここでスクリュー入ったでしょ、はいはい、じゃあこのスクリューコイルを、引っ掛けてるんですか。あ、それならワームが切れないのか。そう、こうです。あ、なるほどね。で、こう引くから、こう置こずに、こう横に行ってくれるわけ。入った入った、ワイヤーね、うん、このコイルの中に針を通してるわけ。どう、すっごいいい感じで竿当たりが来て、フッキングも綺麗にスイープでスワッと決まって、めちゃくちゃ気持ちよかったのに切れちゃったよ。Bテスラならではの感じで優しい。誰が？いやーやばかった、奥に入られた。チキさん釣れた？釣れました。おおお、え、早っ、でかい、でかい、そのタモいる、タモいる。チキさんカメラ意識してね。やっとい、でかい、やりました、でかいでかい。おお、これ尺近くあるぞ。おお、でかいでかい、でかいでかい、やはり食えばでかい、食えばでかい、はい、なかなかバイトはないけど、うん、ポールです、ポールで、ポールやって、で、潮に乗せながら横にこう移動させていった。食えばでかい、これで正面正面こう、あ、今切り切る、あ、はい、はい、してあげてください。29か30ぐらい、29だな、あ、28かな、いや、まだ、あ、気が取れる。いやいいですね、下手の竿に、いいね、1本目ですからね。イエーイありがとうございます、うちで釣っていただけてめっちゃ揺れます。今のが、はい、あれですね、アビダーミンに、P の04で、リーダーが、プロロの6ポンド6ポンド、はい、うん、で、シャクヘッドの3グラムに、あれですね、ベイティ 2.3、 ベイティ 2.3闇夜ホワイト、はい、竿どんな感じだった？竿はもうあのサイズ、こうはみじゃみで、で、ね、今ですね、うん、はい、打った瞬間に、うん、ガッともう、ストラクチャーの中に入ったんですよ。で、はいはいはい、それにリーダーが触った感触があったもんで、グワーッとそのまま引っ張ったら、うん、もうか竿が、魚の形、顔がこっち側に向いたのが分かったので、そのままグワッと一気にグワッと一気に顔をこっち向けれたと、はいはい、いいサイズだったです。いいサイズ。うん、あれくらい来ればもう最高だ。ドラグもね、そんなにきつくしてなかったんですけど、うん、大丈夫ですね。グッとやった瞬間にもうドロップでガッと持ち上げられた。持ち上げられたんで。いやー気持ちいいね。よかったです。またもう一本次行きます。頑張りましょう。久々、本当に久しぶり僕ワーミング。そうですか。うん、もうめったやらないもん。レイって売りながら、うん、ワーム売りながらワーミングゲームやらない。オッケーです。ありがとうございます。この代わりそのこっちはね、B テスラ。B テスラ。うん。猫にしてるから引き抵抗で、ティップ、竿のティップの柔らかさが分かると思うんですよ。あ、俺の方が、あ、一般的なメバリングには絶対こっちの方が向いてる。メバル用です。メバル用ですね、これは。うん、あ、これメバル用、くびれつんのにもいい、これ、うん、あ、これはメバル用ですね。でもフルベントしてからが強いの。あ、こ、うん、こっから全部曲がるんだけど、グリップまで曲がるけど、はい、なんだろう、やっぱりゲイリーが言うように復元力が高い。だから福島のテスター君が58センチのクロソイをこれ釣ったって、で40ぐらいだと思って、はい、開けてきたんですか。開けてうわーってびっくりしたんです自己記録を
これぞメバルゾーこれぞメバルゾーって感じでしょ。ワーキングクルーだなと。うん、そうそう。ビーテスラなんですか。そう。でも本当はそれは軽量プラグ用に作ったんですよ。あ、そうですか。わずかなティップで繊細なルアーを潜らせるのに。でかい。うん、これもいいね。多分地球さん一人で爆発してます。地球さん一回休み。はい地球一回休み。地球さんとビーテスラじゃないや、ハミダミ64ハミダミ、いい感じで曲がってる。うん、まあアフターだから。それね、あの竿が曲がるから暴れないな、あんまり。素晴らしい。カサゴだ。カサゴだ。はい、どうも。ありがとうございます。でかいじゃん。なんかいいカサゴじゃない。でっぷり。ふっと。始まってますね。うわ、出てる出てる。ふとふとふと。卵か。ふっといいよ、このカサゴも。出ました。でかパンパンじゃない。ちょっとホーラーですね。もうご苦労さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ね、うん、難しいです。で船が動くから余計ね。うん、うん、あと数がいないか、あの当たってくるのが少ないから余計分かんなくなる。難易度高めですよ。そう、高い。難しい。何やってるか分からんだろう。よし、ベールを返してないのに食った。地球さん、そっち行きます、はい、今必死で帰ろうとしてます。食ったよ釣れてるよよし、大きくはないです。チリチリ言ってます。ワームは猫リグなんで上へ吹っ飛んでます。はい。何が起きたか分かんないぐらい。見えないって。結構頑張るな、これ。ドラグゆるゆるですから。あ、でもいいサイズ。いいよし。イエーイ。来ました。おお、でかい。でかい。いいがたいだ。くれ。くれ。猫リグだからワームが上へ。ぶっ飛んでる。よしよし。はい。よしゃたたたた。しっぽい。めちゃくちゃ難しい釣るのが。深いし、追ってこないし。まあでもこういう時のネコリグって、ちょっと頼りになるかも。うん。ストラクチャーからあまり離さずにこうピヨピヨ泳がせられるんで。僕の竿はビーテスラ、うん、なかなかしっかり曲がってくれて楽しかったです。イエイ、よし、いいメバル、すげえ。久々にちょっと食いたくなった食いたくうまそう。どっかワームいなくなっちゃった。はい、久々にメバルをうまそうと思う、はい、うん、いきます。ガタいいですね。いいですよね、ここの、うん、なんか、ほんとメバルって感じ。これナイスメバル。あ、でもこれやっぱ尖ってないね、唇の下が。ここは、うん、海の中のこう、すげえ尖ってます。へぇー、ありがとうございます。ありがとうございます。よかったよかった。素晴らしい。仕事終了。あと一人仕事は終わってない人がいる。あ、銀色釣ったから大丈夫。着水したらベールを
開いたままこう見て、赤ね、こう押さえつつ落とす、ね、フェザリングしながら落としていったらもうポンと食えたのが分かった。かじれてないだけかな私が。いや、やっぱりフォールでしか食ってない。お、また食わせた。えらい、地球さんオープンで釣った？いえ、あ、ストラクチャー投げたのね、キワキワに。できるだけ動かさないような感じで。おお。結構スレスレだったんですか？先生。でも当たりが全く分かんないですよ。なんかもう、うん、まあ。状態がおかしいと思ってもうそこ合わせたって感じ。フォール中でしかも流れてるさ、カサゴだ。またキャサリンだ。よっしゃ、おーいいですね。いいメバルだぞこれも。いい、うん、グッズサイズ、さっきよりよく引くからいいかもから。竿も明らかにさっきより曲がってるよいしょ。脅かさないようにゆっくりゆっくり。今日は細い糸だからこれフロロ06リーダーなし。ちょっとこのスリルを楽しんでおります。カサゴかメバルか。メバルだろ。おお、メバルだ、メバルだ、泳いでる泳いでる。カサゴか、デカガッシーだ。ほらすごい浅いところで食ったけど、あのキワキワだからやっぱりじゃん。でけえよ。猫です。うん、でかい立派なカサゴ。ほれ、これ見えるかな、こんなとこへふっかかかったというか、ここ皮一枚。さっきのねメバルもね、本当に上顎のこの先っぽに引っかかってる。いいよ、なかなかベイティーの猫リグ。これ面白い、釣りやすいし流行るかも、猫ベイティー。よし、サンキューサンキュー。よく泳ぐなこのカサゴ。横の壁にくっついてるやつなんで。うん、猫ベイティ、こんなの釣りました。うん、来たか、やった、赤レンついにやった、来た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 、やった。カメラの方寄って、ずりずり寄って。あ、メバルだ、メバルだ、メバルだ。よしよしよし、サイズはいい、いい、釣った。カサヤかったかな。闇ホワイトでしたっけ。闇用ホワイト、闇用ホワイトです。やった、おお、やったやった、赤年立て続け。今度サイズいいぞ、少しメバルかな。メバルでしょ。カメラ近寄って、カメラへ、あっちこっち、よし、そこでいい。メバルだ、だんだんサイズアップしてきてる。よかった。あ、俺も食ったけど、おお、よし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 、来た来た来た、ダブルヒット、ダブルヒット。レモンさんも今あたかね、俺の大きい。よいしょ、ああダメだ、抜けねえ。どこ行った、ドラグ緩い。
そんなの大きくないんだけど、ドラグズルズルしてるから怖いから。ダブルヒット。アカネンはハミジャミ。はい、ハミジャミで。僕はビーテスラ。ベイティの 2.3。飛行機うるさかった。ベイティの 2.3 の闇怖い。同じく。よしよし。あ、いや、大丈夫です。はいはい。おお、こいつおかしい、こいつおかしい。はい、前行って。あかねは前で釣れ。うわうん、ちょっとこれつは踏ん張ってます、この子は。これはまあまあ20センチ後半台です。そうですね、頑張ってるな。これは写真いい音。おお、でかい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 。よしよしよし、カサゴがでっかい。でかい。シャクカサゴ。でかいよこれは。よく引くカサゴです。よく引いた、よく泳いだ。これ立派。なおさらです。これ船長本日一番のカサゴだね。これはいいですね。でっかい。これは写真お願いします。でっかい。でけえよ。送ってる。これほんまでかいじゃん。ね、移動できないじゃない。あれ、メジャーどこ行ったかな。メジャーあります。うわ、30センチある。30超えた。嘘。31にやる。30ぐらいじゃん、ぴったりぐらい。いや、口がね、まだこっち出てる。動かないそこ引っかかってる。ここだ。31ミリぐらいあるよ。シャックカサゴ最大サイズですね。久しぶり。あー、かわいい。それあったよ、シャク。久しぶりのシャクくん。いてててててて。痛いんだよ、こっち。カサゴ。もう痛くて持てない。大きい。リリースですね。魚はリリースするのが普通でしょ。普通です。野蛮な食べるなんて。野蛮な。客も船長も両方が贅沢になってくる。あー、でもこれ吹いてくる。うん、そろそろ避難しますか。そうした方が良さそうですね。うん、じゃあちょっと癒しメンバル、癒しメンバル行きましょう。癒されなかった。プラグで出ます。プラグ、ちっちゃいプラグなら OK。 ちっちゃいプラグなら出るときは結構プラグの方が出るんで。うんうん、ダメなときはバームの。今日はいろいろプロと持ってきてるから、ちょっと投げたいのは投げたいです。流れてくれる。で、ちょっとプラッキングタイム。それはプラグロッドだから、もともと。うわー、出た。乗らない。パコン。うわ、また当たった。え、秘密のアッコちゃん。ペラ付きのちっちゃいやつ。おー、これ。あー、かわいい、それ。うん。スープラは難しいっていう人がいるけど、これなら比較的簡単に釣れるで。あー、当たるけど乗らない。ちっちゃくても乗る。あー、飛車乗った。乗ったぞー。秘密のアッコちゃんルアーで来ました。秘密のアッコちゃんルアーでヒット。よいしょ。あ、銀色くんでした。銀色くんメバルじゃなかった。来たよ。よいしょ。プロとのプラグでヒット。メバルくんなのか銀色くんなのか
遠すぎて分かりません。そう小さくないぞ、うん、銀色くんっぽいな。でも P じゃないからあんまり無理したくないんだけどね。ドラグはチリチリ出てます。あ、おお、カサゴか、なんだこいつ。メバルだよね。あ、メバルだ。よいしょ。こう横がかりしてるから重たいんだ。おお、いい感じだ。いい感じで食ってるじゃないか君。よいしょ。ほら、秘密のアコちゃんで釣ったよ。チラッとだけ見せる。チラッと。いい感じ。うん、これはなかなか使えるかもだぞ。いい、今の釣れ方はね、面白かった。すごく着水から巻き始めですぐガタンと食ってきたって。どうした、当たった。バイリー、そっちの秘密のアコちゃんでも当たったか。さあ、少しだけずれた。あ、ほら、そのプラグは、そのプラグはまっとる。今釣れたやつ貸したの。あ、さっきのやつ。うん、はまってるなと。あら、でももうあとね、10メートルぐらい先に動いちゃうよし。はい、いいプラグだ。うん、これがいい、はまってる。はまってる、はまってる。カサゴ？ワム？ゴッチだ。あ、カサゴ？今の？え、アムリトリウムでカサゴ？リトリーブでカサゴ、わけわかんねえって言ってるよ。表層だよ。表層だったの。よいしょ。お、右側もいいっすよ。右側も。地球さん連発、またカサゴトップ。今度は生後。メバルだ、メバル、メバル、メバルです。じゃん、また同じベイト作ってるのに何か、何かしか。なんかこのビーテスラ滑らかって感じですね。うん、のせ竿みたいに曲がりますよね、うん、なんか節がない。メバルゾウ、そうそう、ルアーロッドじゃなくてメバルゾウです。メバルゾウ、小さいあたりをっていう手応えのこのあれで、さっきのあのメバルとシーバスの時とほぼ曲がり変わってないですね。変わってないですね。あ、そこがね、あの NFC の竿のね、不思議なとこなんです。へえ。ちっちゃい魚でも曲がるのに、大きい魚でも同じぐらいしか曲がらないっていう。ぐっとあのトルクが出てくるやつのは一定まで行ったら、うん。だからでかいのも小さいのも同じように楽しめる、曲がって。シーバスかな、地球さん。はい、シーバスですね。竿は？B テスラです。74 B テスラ。おお、美しく曲がってます。ずっと曲がってる。おお。まあこれぐらいだと。伝統竿だと。何センチぐらいのシーバスかな？40ぐらい。うん。しっかり竿を見せといてね。はい。おお。ノベザオみたいです。まあノベザオテイストに近くね、ちょっと作ってあるんで、はい、どんな感じって答えは。いや、なんて言うんでしょう、すごいスムーズなんですよ。こう突っ込んだ時に何の抵抗もなくスッと入って、そこでグッと耐えて、よし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 、そこからパワーをかけていくとグッと浮いてきちゃうという感じですよ ね、狙い通りじゃん。おお、狙い通りです。まあ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 サイズですね。まあまあね、メバル釣っててこれぐらい来るとそこそこオタオタするサイズだけど、すごいっすよね、これ。メバルかけた時はだけど、綺麗にやっぱりメバルかけても曲がるのに、同じぐらいしか曲がらない。同じぐらいしか曲がらない。ある程度まで曲がると、もうそこでグッと耐えてスーッとリフトしていく。復元力のね、強さは独特だよね。はい、いや、こんなに一見するとすごい柔らかい竿なんだけれど、うん、実際にはこのパワーが出せるっていうのがすごいっすね。今の技術ってんですか、これが。ありがとう、はい、